愛を感じるかな。感じるよね。だけどその人には愛を届けることはできへんやろ。だって二度と会うこともできへんから。俺ね、道尋ねられたらね、うん、嘘つくもん。それはただ聞かれへんかった。あの聞かれたその場所を知らんかっただけなんじゃん。違う違う。でもね、うん、道を聞いた人はね、鵜呑みにするよね。うん、それはいたずらや。そこに愛はあるんか。愛はあるでしょ。ないの。いや、俺が感じてるのは、俺が道を訪ねた時に教えてくれた人がいて、その人には感謝の気持ちをそのまま 100% その人には返されへんと思うてんの。なんでか言うたら、その人と二度と会えへんかもわからへん。そう。せやけど俺はその恩返しはまた別の人に返したらええと思うてんねんな。だから俺が、だから誰かに道を訪ねられた時に俺がそれを、まあ知ってる限りやけどな、それを、あ、こうこうこうやと思いますみたいなことを返せたら、俺は道を、聞いた人の恩返しを誰かにできる。そうね、つながってね。つながって。それつながっていくってことね。これがな、俺はな、なんやろうな、世界平和。愛の連鎖。愛の連鎖。結局なんでしょうかね、これ、男女の出会いと一緒で、いい、つながりになるんちゃうかなと俺は思ってんねんけどな。思いますか？どないやろな。イエーイ。イエーイ。